さっき保湿剤と T3 って言いましたよね、はい、もともとさ、プレリー用じゃないですか、ワンちゃん猫ちゃんの皮膚の弱い子用の、はい、T2 用オイルスプレーっていうのは、はい、まあ、さっき木の油って言ったけど、はい、オーストラリアの人間の話で原住民の人がね、はい、怪我したり皮膚病になったら木の油塗って治したんですよ、そこから作ったやつ、はい、最悪この子がつけてたの舐めても大丈夫、はい、あ、はい、だからごくごく飲んでたんですけどね、はい、それから保湿剤、はい、まあ、いわゆる保湿剤なんですけど、コンディショナーで書いてあるんですけど、はい、保湿剤です、はい、で保湿することによって皮膚のバリア機能が上がる、はい、で皮膚に発毛を促すと、はい、それね、はい、もう一個中へやる治療、もう前も多分やることあると思うんですけど、赤い光を体に当てます、はい、近赤外線という赤い光ですけど、はい、これはもともと人間の整形以外でよく使われてるんですけど、はい、慢性疼痛、はい、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、はい、でそういうところに光を当てて、はい、光は4センチぐらい中まで入ってくるんですが、それで、はい、血流を良くして、血流を良くして、はい、で炎症を沈む、痛みを和らげる、はい、からあとは皮膚疾患、はい、脱毛症とか皮膚炎、はい、やっぱり一緒です、血流を良くして皮膚の炎症を沈めて、はい、発毛を促す、はい、あとは小動物で具合が悪い子なんかご飯食べなくなっちゃったりした子はお腹に当てて胃を動かすとかね、うん、はい、胸にも当てて、あの子にもちょっとまた当てますけど、はい、血流を良くして呼吸器の機能を高めるとか消化器の機能を高めると、はい、そういうことを2人ともやりますけど、まずはこの子からやってみますね、はい、これはお渡しします、はい、これはちょっと